こんにちは、激花の古谷です。今日はこちら、わかるかな、クリーピングタイムです、今日はクリーピングタイムのお話をしていきたいと思います。まずこのクリーピングタイムなんですけど、まあ、葉の香りもねとても良くて、いい香り、この葉っぱにはですね、実は抗菌作用があるっていうことなんで、いろんなねデトックスウォーターなんかにも使えます。またねカレーに入れると風味が増して美味しいみたいな、そんなハーブなんですよね。ただねこれね、グランドカバーにもなって、なおかつピンクのねめっちゃ綺麗な花が咲くんですよ。ちょっとねお花の画像を流してみたいと思いますね。どうぞちょっとご覧になってみてください。こちらですね、こんな感じでわーっと張っていって、すごく綺麗なお花が咲いてくれるということなんですね。でこのクリーピングタイムなんですけども、ぶっちゃけ雑草レベルの状態でどんどん増えていきます。和名で言うと伊吹蛇行草っていう名前でも売られていたりするので、もし見つけたらですね、お庭のグランドカバーにやっていただくと、踏んでも全然大丈夫なんで、でもね踏むとねいい香りがするんですよ、なんていうね、すごく、まあ南フランスみたいなね雰囲気のお庭作りができるんじゃないかなっていうふうに思います。で今日の流れなんですけども、まず株の選び方、そして根っこチェック、あとこのね植え付け場所、ちょっとねコツがいります。植え付け場所、そして水やりのコツ、そして肥料、このあたりをお話ししていきたいと思います。でまず株の選び方からなんですけども、まあ、ハーブね、基本的に花がついている時期とついてない時期がありますが、基本的にはついてない時期に選んだ方がいいです。株が元気です、その方が。なので花がついている時期もいいんですけども、花がついてない時期にぜひ選んでください。でクリーピングタイムの場合はまずですね、これね見つけたらばここめくってください。めくって株元が蒸れていないかどうか、ここチェックが必要です。そして株元の、この株元から生えている本数見えるかな、どうかな、この辺かな、生えている本数が多いもの選んでいただけるといいですね。上から見ても、よく茂っているもの選んでいただければ間違いがないので、そのあたり気をつけて選んでいただければなというふうに思います。基本的にはね、挿し木で作っているものが多いと思いますので、こう何本挿してくれたかみたいなところがすごく重要です。なので、150円から250円ぐらい、これは280円の税別なので308円ですけども、いろんな価格帯では売られています。そこまでね、150円と300円で2倍違いますけど、でもお財布に入っている金額で考えたらそんな大したことないじゃないですか。安い方がもちろん嬉しいんですけども、高くてもそれぐらいなので、そんなには気にせずに選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。ただね、20個30個買うってなるとそこの差はすごく大きいので、よく選んでいただければと思います。では恒例の根っこチェック行ってみたいと思います。クリーピングタイムはね、これね、宿根草なんですよ。ハーブって、ハーブって葉っぱを使うものはハーブって言うんですけどね、宿根草なんで根っこが張っていることを期待しながら、ちょっと抜いてみたいと思います。おっ、すごい、これすごい、見てください、これ。ドーン、ドーンみたいな感じで、もう、ね、この鬼みたいな感じになってますけど、これぐらい根が回ってるといいですね。で、植え付け方を一緒に説明していっちゃいたいと思います。もうね根っこをね崩して、もうラフに崩していただいて全然 OK です。今日はね鉢植えとかにもしませんけども、もうね指でいいです。指でむしる、もうブリ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 むしってください。根っこがですね、春とか秋に植える分には温度がそこそこある状態で植えるんだったら根っこは何本でも出てくるんで、もうバンバン切ってもらって構いません。切って根っこをほぐして
植えるみたいな、すごいラフでしょ。もうあの僕の YouTube 始まって以来ぐらいのラフさで、今ほぐしましたけど、こんな状態で植え付けていただければ OK です。で、植え付ける時なんですけども、クリーピングタイムですね、非常によく育ちます。よく育つっていうことはやっぱりね、肥料なんかもね、よく食うんですよ。肥料を食うっていう表現しましたけど、吸い上げがね、肥料をかなり食います。ということで、いつも通りなんですけども、こちらプロが使う基本肥料、これを、元肥にガバッガバッみたいな感じでわーっと混ぜていただいて、地植えの場合だったら、まあ、ちょっと耕していただいてからこう混ぜていただいて、鉢植えの場合だったら鉢底に敷くような土に対して混ぜていただいて、それで植え込んでいただければ OK です。で、肥料に関しては後でまたお話を進めていきたいと思います。そして植え付け場所なんですけども、これまあね、日向一択ですよ。日陰でもね、まあまあ育つんですけど、日向でね、これね、夏の高温多湿一時だけなんですけど、蒸れやすくなります。梅雨時期ぐらいかな、やっぱ7月そして8月のお盆ぐらいまで台風が来てガッと晴れたりとかするとやっぱ蒸れる。あと梅雨の長雨に当たったりすると蒸れる。で、その時に根がしっかり張っていれば全然大丈夫なんですけど、植えたばっかりの1年目ってやっぱ気をつけなきゃいけないんですね。なのである程度、雨の当たらないような場所に植えていただきたいんですが、まあそう言ってもね、そんな都合のいい場所はなかなかないということで、土でコントロールするっていうのが一番ベストです。まあ自由にされるんだったら、耕した場所に対して鹿沼土を少しずつね混ぜていただいて、水はけを良くしていただけるといいかなっていうふうに思います。鉢植えの場合だったらば、そうですね、観葉植物の土が一番いいのかなっていうふうに思います。土質はそんなに選ばないんですけども、比較的軽めの土を好むっていうような感じなので、水はけいい方がいいですから、観葉植物の土とか、あとはうちで販売している膨らむ培養土、まあ、水はけいいですから、そういったものを選んでいただけるといいです。で、ご自宅にあるね培養土でも全然問題ないんですが、培養土で植える場合には鉢底石を必ず入れるようにしてください。そんな形の方がいいですね。ただね、安い培養土を使うと水はけ悪かったりとか、あとね、殺菌しきれなくて、コバエの卵がねそのまま生きてる場合なんかもあります。あとはね、熟成してないパターンがあって、木の枝がそのまま入ってるとかっていうことがあるので、できればね土は高いものを買っていただいた方が、長く使うのでね、土は高いものを買っていただければと思います。安い土がね一概にダメとは言えないんですが、高いものの方がいいものの方が多いです。水はけもいいし、土自体もちゃんと仕立てられた土になってますので、そういう土を選んでいただけるといいと思います。で、僕だったらばこれお庭のね東向きとか南向きに植えますね。そういった場所がいいと思います。北向き西向きはあんまり得意じゃないかな。まあ西日に当たっても、まあ、意外と大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどね、蒸れだけちょっと気をつけていただければと思います。まあ、蒸れを防ぐためには土でのコントロール、まあそれが一番ベストなので、土質、その辺をちょっと、考えていただければなというふうに思います。で、水やりのコツなんですけども、これね、鉢植え、特に鉢植えに関してなんですが、大きい鉢に植えちゃう方が多いんですよ。で、大きい鉢に植えてもいいんですけども、土というのは何のために存在しているかというと、根っこを張るっていう意味合いがあるんですけども、もう一つは水を含む量を決めていくんですね。土の量イコール、水を含む量になってきますので、しっかりと乾いてから水を与えるっていうことが非常に大事になってきます。カラカラになってもこれ大丈夫ですから。逆に過湿、水が表土が乾いたぐらいでたっぷりまたあげちゃったりなんかすると、これが、蒸れやすくなっちゃいます。で、根腐れしちゃうとしっかりと根が張らなくなってしまうので、植え付けた後の水やりっていうのはすごく気をつけた方がいいですね。もうね、とにかくしっかり乾かす、もうね放置でいいですよ。放置でもうしばし放置みたいな感じがいいですね。で、自由の場合には一旦植えて、植えた時に水を与えて、その時に水を与えたらば、あとはもう水あげなくて大丈夫です。基本的には、土がたくさんあるので、地植えっていうかね、土が土だらけじゃないですか。なので水分持ってますから全然 OK です。水はもう一回あげたらそれで終了、あとは雨に任せちゃうっていう感じですかね。ただね、植える時期
によっても、まあ、例えばこれが6月に植えた場合は7月雨が降りすぎちゃって蒸れちゃうなんてことがあるので、植える時期っていうのはやっぱり春早い段階の方がいいですね、あとはまあ秋ですね。秋に植えるとまあ楽かな、楽ですね。春の早い時期か秋に植え付けていただけるといいかなというふうに思います。ということで、水やりのコツとしては与えすぎない、とにかく乾かすっていうね、ちょっとズボラぐらいがちょうどいいです。可愛がりすぎると枯れます。はい、で、最後肥料なんですけども、肥料はさっきもね、元肥入れてくださいっていう話したじゃないですか。で、元肥入れて、で追肥して、でさらに、食用にされるんだったら、これ食用のハーブとして使うんだったら土を捨てずに済むよ、こちらと、もう一つ、ハーブには欠かせないのが激力剤、これですね。どんな使い方をするかというと、まずですね、土を捨てずに済むよの方なんですけども、これ液体の堆肥になってます。で、ハーブって食べるものじゃないですか。で、野菜も同じですよね。葉っぱを食べるんで、レタス、キャベツも一緒です。土の豊かさで味が決まったり香りが決まったりするわけですね。じゃあ土を豊かにするにはどうしたらいいだろうかということで、考えていくと、基本的には微量元素がしっかりと含まれている土っていうのがいい土なんですね。で、こちらの肥料、化学肥料って何かっていうと、これは窒素、リン酸、カリっていう主成分のみなんですよ。なので微量元素が一切ない。例えばビタミン C だけ取りますみたいな感じですね。で、微量元素って何かって言ったら、まあ、鉄分とか、ね、ミネラルとかタンパク質とアミノ酸ですね、そういったものが入っています。なので、こういった液体の堆肥っていうのを使っていただいて、定期的に撒いてあげると、香りがすごく強くなったりとかっていうことがあります。で、この香りを強くさせるためにこちら激力剤、これがですね、栄養の塊なので、栄養剤、肥料とはまたちょっと違います。栄養剤、活力剤みたいな形で、これね、もう2リッターに対して10滴入れるだけですから、あとまあじゃあ巻くだけなんで、それで釜に当てていただくと、まあ、最低でも月2、3回は与えていただければいい感じに育っててくれると思いますので、とてもいいハーブが出来上がると思います。で、花を楽しみたい、観賞用にしたいっていうことであれば、これをね、使わなくても OK なんですよ。で、花がね、4月からね、5月の後半、まあ6月ぐらいまでは咲いてくれます。で、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。うわーってこうね、しだれるような一鉢を作ることもできますので、その場合は花を咲かせたい時にはこれ、サキマックスですね。で、このサキマックスなんですけど、まあ、リン酸分といって花を咲かせるための栄養分がたくさん入っている肥料です。まあ、爆発的に咲かせますから、これを1000倍に薄めて、週に1回もしくは10日に1回程度ですかね、だいたい与える時期といったらば4月から5月で、秋だったら10月から11月ぐらいな感じで与えていくと、非常に花をたくさん咲かせてくれます。ただハーブにするんだと逆に花が邪魔になってしまう場合もあります。ハーブっていうのは基本的には花を使うものではなくて葉っぱを使うという意味合いで使ってますので、料理も葉っぱに使いますからね、花じゃなくて葉っぱを使いますから、葉っぱを育てたいということであれば、まあ、こっちな感じでやっていただければなというふうに思います。で、ここまでね、聞いていただいた方、見ていただいた方っていうのはかなりハーブにご興味があるかと思いますので、ちょっとですね、このタイムを使ったハーブの、使い方、そして収穫の方法っていうのをお話ししていきます。まず収穫の方法なんですが、めちゃくちゃ簡単で、切り戻しと同じ方法を取ります。どうやるかというと、この鉢の縁にあるものをバサバサ切っちゃうんですね。で、バサバサ切ってもね、バサバサ生えてきますから。で、今収穫しました、これね、ハーブ葉っぱあるじゃないですか。ってやって香りがめちゃくちゃ立つわけですよ。で、カレーの中に入れていただいたりとか、乾燥させてからもちろん使っていただいても OK です。で、今日やっていただきたいのはね、本当にデトックスウォーターなんですよ。ぜひですね、贅沢にデトックスウォーターでうがいをしていただきたい。実はですね、これね、リステリンにも入っているチモールという、ね、成分が含
まれているんですね。リスリンって知ってます？うがい薬あるじゃないですか。あれ薬なんですけど、チモールというねハード成分が入ってるんですよ。あれがね、抗菌効果、殺菌効果っていうのがあるんですね。なので、これをですね、パンとやっていただいてからお水の中に入れていただいて、まあ、30分、1時間置いとくじゃないですか。そうすると香りのお水が出来上がります。で、外出して帰ってきたら、うがい。まあ、最近流行りのコロナウイルスの除菌にも使えるかもしれない。わかんないけどね。あんまりね、使えるとかって言えないですね。今ね、YouTube の方でも規制がかなり厳しくなっておりますので、まあね、例のウイルスに関しては、あんまり言及しない方がいいっていう噂が流れています。ということで、これ、うがいの時にも使える抗菌作用があるので、こういったハーブを使って健康的に、なんていうんですか、免疫力を上げていったりとか、抗菌殺菌なんかにも使っていただければなっていうふうに思います。もちろんカレーに入れていただいて風味を増してちょっとね大人なカレーを作っていただくのもいいと思います。ということで、今日はこの辺りにしていきたいと思うんですけども、ここまでのお話の中で、もうちょっと深掘りしたいとか、ここちょっと分かりづらかったっていうところがありましたらば、リンクがね概要欄の方に貼ってありますので、そこから LINE 登録していただいて、僕の方に直接メッセージを送っていただければ手が空いたところにお答えします。あとですね、この動画、役に立ったとか面白かったっていうことであれば、この高評価のグッドマークを押していただけると嬉しいです。僕もその高評価の数を見てニヤニヤしながら一生懸命ね頑張っています。数が増えるとモチベーションも上がりますんで、すごく嬉しいので、ぜひ高評価のマークを押してください。で、僕の方もこういった形で毎日ですね、お花の情報を発信していますので、お花にもっと詳しくなりたいとか上手に育てられるようになりたいっていう方は、ぜひチャンネル登録していただいて情報を獲得していってください。ということで、今日はこちらのクリーピングタイムのお話でした。ぜひね、育てていただければと思います。ということで、このクリーピングハーブ吸わせちゃってください。